前から農業したいなと思ってたんですよね。なのでやっぱりこの地元の特産といえば、まあ、南郷トマトだったりでアスパラだったりもありますけど、南郷トマトの方がそのより新規就農者の受け入れとかそういった体制がすごく整ってて、まあ、こんな私でもその新規就農しやすいっていうのをこう整えてるようなその施策っていうかそういうのをやってくれてるもんですから、それでしかも南郷トマトやるんであればやっぱりねこの本場の南会津町の南郷地区でやりたいなということ でこっちに移り住むことにしました。増やすにあたってやっぱ新しい農地を借りなきゃいけないと、やっぱそこですよね。その新しい農地を借りる場合にすんなりはやっぱ見つけられないですよね。やっぱ理想的なのはやっぱ隣の田んぼを貸していただくことだったんで、この田んぼの持ち主さんにも最初言った時はやっぱちょっと断られちゃいましたよ私、うん、どっかで働く姿を見てたんですね。草刈りをちゃんとしてるかとか補助をもう汚くしてないかとか、ちゃんとあいつはトマトを作ってやってんのかっていうのを見てた。それをここの持ち主さんに一回ちょっと休憩の時にもう一回ポロッと言った時にいいよって言ってくれたんですよ。でその時の一言によくやってるし、うん、おめだったらいいよって、ちょっと嬉しかったですね。私と自分の奥さんとあと子供2人となると、農作業中に日中その子供の面倒を見てくれる例えばおじいちゃんおばあちゃんというのが近くにいないと、そういった時にちょうどアイターン社の新規就農者たちが求めていたその学童保育というのをこちらでも始めていただくことに なりまして、それは本当に助かりました。以前よりはだいぶその子育てしながら その、農業ってのはやりやすくなったんじゃないかなと思います。今後の目標としては、まあ、実際これだけ面積が増えたので、まあ、この面積 でもう可能な限りもう子育てそれから子どもたちが成人になる、あとはまあ学費を出したり、まあ、家賃、まあ、ローンとかもうここからも出せるようにして、これ以上は面積を増やす予定はまず今のところはない。あとはいかにこの増やした面積の中でその単位収入をですねこう上げるなり、いかにこの畑で稼ぐかっていうのをもう突き詰めていきたいですね。このトマトを育ててるその水の源流ですよね、稲川だったら稲川 その水源地の森っていうのが、まあ、ここで言うと日の山村の方面なんですけど、あの辺の南会津町の奥とか、あの辺は会津駒ヶ岳だったり三井岩岳だったり、あと窓開け山、すごいそのブナのもうブナとか水ナラとかそういった多種多様なその広葉樹の森林のボリュームがものすごいんですよ、うん、南会津らしからぬっていうかね、ここでは想像できない景色がもう広がるわけですよ。もう真っ白だし、で実際あれだけ降った雪が溶けてね、でこの川に流れて川の水だったり地下水だったりで、それをトマトの栽培にこう生かしてるっていうのが、まあなんかすごい素敵な話でもあるし、あれだけの林をくぐり抜けてる水であれば、まあやっぱり美味しいトマトもできるんじゃないかなってやっぱ気がします。私なんかは30代の37歳だったか38歳、まあ、30代後半で新規就農したわけですけども、当時私も退職して退職金をいただいたんですけど、そんなにね新しい事業新しい新規就農するには潤沢なもちろん資金でもなかったし、ですがその後青年給付金でしたね、まああいった制度もすごいできて、すごい前よりは新規就農はすごいしやすい、敷居が低くはなってると思います。冷静に考えながら行き過ぎると多分できない、強い絶対やりたいんだっていう気持ちがないと途中でダメになっちゃうんじゃないかなと思います。